全体主義体制による支配を行ったとして、しばしば批判される指導者たち。写真の左から、右、ついで上から、下の順に、ソビエト連邦共産党書記長、ヨシフ・スターリン、ドイツ総統、アドルフ・ヒトラー、中国共産党中央委員会主席、モータクト、イタリア統帥ベニート、ムッソリーニ、北朝鮮永遠の国家主席の金日成全体主義とは、 政府に反対する政党の存在を認めず、また個人が政府にことを唱えることを禁ずる思想、または政治体制の一つである。この体制を採用する国家は、通常一つの個人や党派、または階級によって支配され、その権威には政権がなく、公私を問わず国民生活のすべての側面に対して、可能な限り規制を加えるように努める。政治学では、 権威主義体制の極端な形とされる。通常は単なる独裁や先制とは異なり、全体の利益を個人の利益より優先するだけではなく、個人の私生活なども積極的、または強制的に全体に従属させる。全体主義の対義語は個人主義、権威主義の対義語は民主主義である。全体主義という単語は、百二十三年にジョバンニアメンドラによって、 初めて用いられた。第一次世界大戦で登場した、総力戦の用語の連想から生まれたとされる。この用語は当初は、肯定的な意味でも、否定的な意味でも使用されたが、第二次世界大戦終結後は通常は、否定的な意味で使用され、しばしばレッテル貼りでも使用されている。ジョバンニ・ジェンティーレは、全体主義者を自称した。 1929年11月2日のロンドンポストはベニートムッソリーニ体制下のイタリアを最初に全体主義国家と呼んだ。1932年のザ・ドクトリン・オブ・ファシズムではイタリアのファシストが全体主義を肯定的な意味で使用した。全体主義は一般に市民が通常は国家の意思決定に重要な割合を持たない権威主義体制と 公的及び私生活の最も重要な側面を支持する定式化された意味で広く交付された政治思想の結合である。全体主義の体制や運動は国家が管理するマスメディアによる網羅的なプロパガンダやしばしば一等制、計画経済、言論統制、大規模な監視、国家暴力の広範な使用などによって政治権力を維持する。 アリストテレスは生態を君主制、共和制、民主制と分類し、その堕落形態を先制、下等制、修具制として分類した。近代では、戦艦期から全体主義の子が登場し、第二次世界大戦に入ると、全体主義及び全体主義体制の子は、民主主義及び民主体制への大地として用いられ始めた。 1970年代以降は、非民主的な政治体制をすべて、全体主義体制として把握することを避けるため、権威主義体制の概念が提唱され、政治体制をどのように規定すべきかという議論とともに、全体主義体制、権威主義体制、民主主義体制という分類が定着しつつある。全体主義と権威主義との際については、以下の表を参照のこと。 不況による失業率の上昇は社会不安を増大させる。ドイツの例としては、1928年の総選挙ではドイツ社会民主党が33%、ドイツ国家人民党が15.8%、ドイツ共産党が11.7%の議席を獲得したのに対し、ナチ党はわずか2.6%であった。その翌年に、 米国で発生した世界恐慌の影響が西欧諸国に及びワイマール共和国の経済は急激に悪化した。1930年には首相に選出されたハインリヒ、ブリューニングが財政規律を重視し、不況の最中にもかかわらず政府支出を抑制した。その結果、景気悪化が加速したために政府は減収となり、1932年には失業率は 約30%にまで達した。不況の深刻化と並行して、ナチ党への投票傾向が強まり、1930年の総選挙では、ナチ党の得票率は19.2%に上昇。その2年後の選挙では32.4%の得票率で大躍進した。既存政党が政局に明け暮れ、景気回復のための経済政策を取る責任を、 事実上放棄していたのとは、対照的に、ナチ党はその不況から脱するための策を講ずると、有権者に約束していた。そしてナチ党はそのための理論を有していた。経済運営の責任所在の明確化、景気対策の具体的な計画、議会での議論よりも、計画の実践に比重を置く、などである。ヒトラーは、アウトバーン建設といった、 公共事業をはじめとする大規模な財政支出によって、ドイツ経済を完全雇用の水準にまで回復させた。歴史的には、プラトンは民主主義を修具政治と考え、フランス革命ではジャコバン派が恐怖政治を行ったが、当時は全体主義との用語は存在しなかった。充実した全体主義は、ある集団の構成者皆が全体のために自発的に奉仕して、 それを自然に受け入れる状態を言う。太平洋戦争中の日本に外国人記者として滞在したフランス人ジャーナリストは日本人を観察して自分たち西洋人の個人主義と違う点として日本の個人主義は集団の思想との対立を常に避け集団と戦うよりは集団に仕えることの方が多い。と述べ全体主義に対抗するはずの個人主義を観察して 日本社会の充実した全体主義的な傾向を指摘している。多くはカリスマ的指導者のもとにある目的のために一丸となっているので、それが外から見て過酷な環境下にあっても、構成者は苦痛や不満などは生じない。充実した全体主義の下での集団の多くは排他的であり、異なる考えを持つ者を集団内多数の意思によって排斥する。また、 他の集団に対して優越意識があり、他より優秀な指導者の下にいると思うことで充実感を持つ。また逆に状況が変化すると集団が同じ方向を向いているのでもろくも体制が崩壊する面も持つ。例えば日本企業においてはサービス残業の風潮があり、残業をするのは自分が仕事が遅いからとして受け止め。 集団に迷惑をかけたくないということで残業代を返上するようなことであるが、一旦労働者がそれが労働基準法に違反することに気づけば、労働争議に発展して、体制は崩壊の危機に直面する事件も起きている。この状態を利用する指導者は、厚生者の多数が反対の意思を示すことがないため、自在に厚生者を利用することが可能である。また、 少数の反対者を差別することによって多数の構成者に優越意識を持たせるのも上等手段となる。エンチョトラベルソは著書全体主義で全体主義という用語と概念の歴史を以下のように整理し時代により様々な異なる概念を入れる容器として機能したと記した。全体主義と呼ぶ範囲は様々な立場がある。全体主義の用語と概念は 個人主義や自由主義の反対概念から発生しており、個人主義的自由主義を批判する立場からは、肯定的に、個人主義的自由主義を支持する立場からは、批判的に使用されている。フリードリヒハイエクは、右翼も左翼も一見性反対に見える、政治思想も実は同じ全体主義であるとした。19世紀後半から顕在化した社会問題に対して、 当時の自由民主主義による自由主義国家は有効な対応を立てられなかった。このため、カール・マルクスは、ブルジョワ民主主義を否定して、暴力革命とプロレタリア独裁を掲げ、ロシア革命でソビエト連邦共産党による一党独裁体制が誕生し、秘密警察や粛清が行われた。特に、スターリン体制下では、極端な個人崇拝や恐怖政治や、 大粛清が行われた。また、イタリア王国では国家主義やコーポラティズムを掲げたファシズム、ドイツ国では民族主義や反ユダヤ主義を掲げたナチズムが政権を獲得した。なお、同時期の日本も体制翼3回と軍部の影響力が強い国家、総動員体制が同様に全体主義と呼ばれることもある。フランコ体制下のスペインや、 エスタドノボのポルトガルなどの権威主義体制は厳密にはファシズムとは異なるが言論の自由に対する抑制が行われるなど全体主義と類似する特徴があった各国の全体主義体制は従来は国家や党が積極的に介入してこなかった社会、経済、文化の諸領域にまで干渉し不毛な選挙や議会政治を否定して 直接的な民意形成を採用すると主張した。このため全体の利益や権利が個人の利益や自由に優先すると主張した。ドイツでは全体主義は特定の政治体制だが、それに対し日本では日本文化そのものが徹底的に全体主義と分析するアメリカ人が存在する。精神科医の土井ケオは日本人の集団思考性は オーウェルの1984に見られるような全体主義的なものとは異なる。それは個人にとって集団の支えが絶対欠かせないという本能的感覚に基づいている。と述べている。第二次世界大戦後は全体主義を自称する国家や体制は消滅したため、以後は通常個人主義や自由主義の立場から相手を批判する用法のみで使用されている。ありがとうございます。